山本周五郎。修風連。一。若草が燃えて、足の目が伸びている。真っ青に晴れた空だ。空いっぱいに銀行をぶちまけたように、キラキラと火の光が光って溢れて、目の向くところ、のにも、包みにも、水の上にさえ、影楼がゆらゆらと燃えている。 火の猛栓を敷いてお重を広げて、さごの酒が二三巡巡ると、誰ももうじっとしてはいなかった。思い思い勝手なところに散らばって、つくしを抜いたり、花を摘んだり、追っかけごっこをしたり、はすっぱなくらい賑やかな声を野面いっぱい、空いっぱいに響かせているのだ。華やかな情景である。色とりどりな南京玉を、 緑のビロードの上にばらまいたような、とでも例えようか。鳥のように空の高いところにあって、この情景を見下ろすことができたら、きっとそう例えたに違いない。今日の島原の沖や、かのうやの遊女たちの野遊びなのである。太夫、天神、白人囲い,い、などと、この社会にもいろいろと階級があって、 同じく人にこびを売る身の上ながら、いつもは厳重な決まりがあるのだが、今日一日はそんなことは忘れようと、いわば今の言葉で言う、やんびなのである。太夫の花王儀は見るものすべてが珍しかった。もともと花王儀は丹波の在所の生まれであるが、六つの年にかの屋やに買われてきて、今年十七になるまで、 年に一度のこの野遊び以外には、車の外に出たことがない。それゆえに、こうして一年ぶりに野に出て空を仰ぎ、野の草を見、水の流れを見ると、幼い時の思い出が、かすかな郷愁を込めた懐かしさを伴って、蘇ってくるのである。これは、つばなというもの、食べられんのですえ 八つになるカムロの引く手に教えて、絹糸のように柔らかな雌花を剥いて食べてみせているところに、もう一人のカムロの引くよが風を切るような勢いで飛んできた。太陽様、こちらにいらっしゃい。こちらに、お地蔵様が赤いよだれかけかけていなさります。長い裾を海外しくからげてはしゃぎ切った声だ。 丸い方は色づいた果物のように赤くなって、細かな汗が小鼻のあたりに滲んでいる。酔ったように懸命な目の色をしている。花王は笑った。お地蔵様は、どこのお地蔵様も赤いよだれかけをなすっていらっしゃるに。いいえ、かわいい顔していらっしゃるお地蔵様なの。かわいい顔。そして、 花扇の手を引っ張って、ぐんぐん連れて行くのだ。包みを上がったところに竹やぶがあって、その地蔵様は竹やぶの外れにあった。小さい地蔵様だ。竹は一尺七八寸、二尺とはあるまい。色のあせた赤いよだれかけを幾枚もかけて、若年と日向ぼっこをなすっていらっしゃる。なるほど、かわいい。まるで赤んぼのように、 あどけない顔をしている。まあ、お人形様のようね。花王は行って手を合わせて節を拝んだが、もうその時は、塔の引くよは自分が引っ張ってきたことなど忘れたように、そのあたりを走り回りながら小石を拾っては包みの下の水に投げ込んでいるのだ。とろりと少しよどんで縁になった静かな水面に、 ドボンドボンと石の落ちるたびにゆらゆらと波紋が広がっていくのが嬉しくてたまらないらしいのである。ちょいと面白そうだ。覚えず心を誘われて花王が石を拾った時だった。こりゃたまらん。いきなりうちの騎士の枯れた足が凄まじく茂っているところに声がしたかと思うと、のっそりと 立ち上がった男があった。侍。それも五分か焼きで、浪人風と見えた。釣り竿を手に持っている。武士は器用な手つきで、糸をくるくると竿に巻きつけると、ビクを下げて、のそのそ上がってきた。こちらはドキッとした。知らないこととは言いながら、釣りをしているところにめがけて、石を投げ込んだのだ。 花王儀も引く手も引くよも、恐怖のために真っ青になった。が、老人は腹を立てている様子は見えなかった。年頃、二十四五と見えたが、朝黒い、りりしいと言いたいほど、きりっと締まった顔に、気楽な微笑を浮かべて、三人を見たのである。いたずらをするの。すみません。釣りをなすっていらっしゃると。 知らなかったものですから。相手の気さくな様子にほっとしてわびると。いや、釣れないので、竿を置いたまま、居眠りしていたのだ。ってはははは。<laughs> 風のようにこだわりのない声で笑って、ぶらぶらと言ってしまった。はたい、おないしようかと思うと、怖かったわ。だけど、あのロニーさん、優しい人ね。 昨日の斜めに挿している竹藪の脇を、ビクをふりふり、遠ざかってゆく後ろ姿を見送りながら、二人の子供らは話し合ったが、しばらく経つと、もうすっかり忘れてしまったらしく、前にも増して快活に、暖房に走り回って遊びたむれた。花扇も忘れた。子供に帰って、子供と一緒にはしゃいで一日を送った。 が、その日、人もしどきになって、家に帰って部屋に落ち着いて、少し疲れを感じた足を人にもましているとき、何のきっかけもなく、あの老人のことを思い出した。笑ったとき、歯が美しかったこと、目が切れな長で真っ黒で美しいくせに、気象の正観さをそのままに表したように、 光が強かったこと、ソリアトの青い顎のあたりにかすかなカミソリ傷があったこと、まざまざと思い浮かべられたのである。じっとその面影を追っていると胸がときめいて体中が熱くなるような気持ちだった。幼い時から色里に育っている彼女には、 この気持ちが何を意味するかよくわかっている。どうしたのだろう、私しは。花王儀は我ながら自分の心がわからずに目を閉じた。長いよく揃ったまつげが花びらのようなまぶたの上にちりちりと小刻みに震えていたのである。 に一方、男の方である。男は鼓の上を、くぜの橋まで行って、そこから、西国街道、を京の方に向かった。男の住まいは、下行の八条。当時の学寮の坊さんたちを相手に、筆や墨や紙などを商う、家の離れであった。店の横の路地から入って、板塀についた片開きの塔悪と、 樹木の多い庭があって、そこに南を受けて、日当たりよく立っているのだった。おばりやす、たんと連れましたでございますか庭に出ていた若い手代が、そばに寄ってきて、ビクを覗き込んだ。釣れんな。いい気持ちで、半日昼寝してきた。男は笑って、釣竿の始末をしてから、井戸端に入って、後家に水を張って釣ってきた。 五六尾の小舟を丹念に移して、しばらく楽しげに眺めた末、手や顔を洗って離れに入っていった。離れは入り口が三畳、奥が六畳になっている。青年は奥の六畳に通って明るい障子際に据えた机の前に座った。新規を沈めて読書でもしようとするのだろう。 こうをたいてたんざして目を閉じていたが、急に疲れが出たのだろう。ごろりと横になった。すぐ、軽い眠りに入ったが、うとうとしている間に夢を見た。最初のうちは、どこだかわからなかった。黄昏時のようなあ暗の中に一人の女が立っていた。見たことのあるような女なので、 近づきながら、しきりに目を凝らしたが、よくわからない。イライラした気持ちだった。困る。実に困る。彼はそうつぶやいた。その女は、美しい声で言った。すみません。すぐわかります。すると、どういうわけか、あたりがにわかに明るくなった。華やかな火が氾濫している若草の、 包つみの上である。わかりまして。女はあでやかに笑った。したたるような黒い目がこびを持って、花びらのようにえみわれる赤い唇の中から白い歯がかずいのようにきらきらと光った。こちらは老媒して胸が急にドキドキし始めた。途端に目を覚ました。全身にびっしょりと汗をかいて、 激しい波に乗っているように動機が体全体を揺り動かしていた。その時になって、初めてはっきりと気がついた。今日、桂川の鼓の上で見た遊女だったのだ。青年は汗も吹かずに、長い間身動きもしないで天井を見つめていたが、やがて苦に々がにがしい笑いが、その顔に浮かんだ。 自重するような笑いだった。俺が、人の家に厄介になって、やっと生命を繋いでいる俺が、そして、激しい動作で起き上がった時、庭に足音がした。陰道様はい。手を伸ばして障子を開けると、この家の主人が、今外出先から帰ったところか、折り目のついた外着姿で、タバコ入れを携えて、 ニコニコ笑いながら立っていた。いかにも、坊さん相手に、筆つぼくでも飽きなっている店の主人らしく、小太りに太って、色の白い、品の良い、四十絡みの主人である。実を言うと青年は、この人の来るのを、宣告から心待ちにしていた。釣りと、この人相手のことが、無料な毎日を慰めるものになっているのだ。 お上がりください。主人が上がると青年はすぐ床の間の五番を持って来ようとした。すると主人は慌てて遮った。それもですが、その前に今日は吉報をお伝えしたいと思いましてな。今日、当時様の執行所に参りますと、阿修の八塚様のご重心の方が見えておりましてな。この方は、 当時様の旦那衆で、私前からごひいきに預かっている方でございますが、ふと、あなた様のお話をいたしましたところ、そういうお人ならば、ぜひ、お近づきになりたい。実は国本において、この度、馬鹿君ご青年につき、ご近似として、腕の立つ人を求めているところゆえ、お近づきになった上で、そちの言う通りのお人ならば、ご推挙したい。 かようにおせられます。願ってもないことを、と、わたくし、飛んで帰って、着替えもせずに参ったのでございますが。いかがでございましょうか。青年は礼を述べて、なお、よろしく頼むと言った。それでは、本屋にでも、ご旅館に伺いましょう。当時様の中の随春院へ、お泊まりでござりますゆえ、わけはござりませぬ。何 きっとうまく参りましょう。おめでたいことで。では、一刻行きますかな。いや、まず着替えをして参ります。主人は、母屋に帰って行った。その頃になって青年は、やっと嬉しくなってきた。わけあって、栗本を退店して二年。普通の老人のように、生活苦こそなかったものの、よりどころのない心細さは、 身に染みて感じていた。三。青年はなお、インド・カズマという。加賀の大正寺、前田家の老人である。二年前の正月、ふとしたことから出頭の切り物石田半罪門を切らねばならぬことになった。ことは、子供の喧嘩から起こった。 カズマの弟の吉之助が侍工事の辻で友達と一緒に獅子舞を見物していると石田家の次男が押しのけて前に出ようとした。がめ立てをすると友をしていた石田の中元が突き飛ばして乗り舞いほどのおふちをもらっていてもお侍面ができますのかなとご言した上切って捨てようとするのを雪解けのぬかるみに押し倒したというのである。 カズマは興奮して無礼な下郎を手打ちにしてくれと泣き叫ぶ弟を慰めて、石田家からの使者の来るのを待った。これほどの無礼を自家の家老が働いたのだから、きっと詫びの挨拶に来るものと思った。が、夕方まで待っても何の音沙汰はなかった。カズマは心を決して母の前に出て、この上はこちらから石田方に、 行くほかはないと言った。行くということは、石田を切りに行くということである。切れば、たとえ手際よく仕留めることができたとしても、カ馬の身は、安穏ではおられない。殿の覚え第一の権力者を切ったとあっては、お怒りに触れて、よく言って切腹か、悪くすれば残罪か。母は、おどおどと言った。たかの知れた、子供の喧嘩のようなもの。 取り上げてかれこれ言うほどのことは、はるまいと思いますがの。カズマは、行かなければならない理由を述べた。下老の分際として、主文の者に対して、乗り舞いほどの稚療を云々などと、雑音を吐きかけたことは、一人、吉之助を呪ったのみではなく、私、ひいては、某父上をも合わせて呪った者なること一つ。過ほどの無礼を、 自家の下老に働かせながら、今まで挨拶なきは、当家を昇進と思いやのどってのこととしか考えられぬこと。これ二つ。石田は大臣。しかも、覚えめでたき当時第一の恩人なるに比べて、当家は昇進なれば、これを目していては、権威にくじけて武士たるの道を取り外したと批判さるべきこと、必要なること。これ三つ。と書く、 参らねばすまぬことでござります。母の泣くのを見て、吉之助はわっと泣き出した。兄様、嘘でござります。吉之助は喧嘩などいたしませぬ。誰も吉之助を手ごめにもせねば、雑言もしませぬ。あれは、嘘でござりました。このまま、家にいてくださりませ。と、叫びながら、 兄の胸にむしゃぶりついて泣いて止めたが、カズマはその手をもぎ離し、しっかりつけて出て行った。見事に、カズマは石田と下郎を切った。初めの計画ではその場を去らずに切腹するつもりであったが、そこに駆けつけた叔父や一族の者はそれを止めて。この度のことは、誰に聞かせようと石田が悪い。されば、 一時は殿もお怒りになるかもしれぬが、いずれはお怒りをおときになって、貴ん斜面の小沙汰が下るにそういないと思わるゆえ、当分のところ、国元を去っておれ。と言って、おじの囲碁友達である旦那寺の住職から、今、カ馬が厄介になっているこの家の主人に宛てた添え状をもらってやって、京都に向かわしたのである。頼ってきたこの家では、 親切に世話してくれたが、栗本の事情は予想と裏腹だった。長身を殺された、殿の激怒は募る一方だった。まず、おじをはじめ、一族の者がそれぞれ罪を問われた。欲しいままにと党して藩中を騒がしたという罪状であった。割に軽い処罰で罪みはしたものの、いっときはどうなるかと安全られたほどだった。 もちろん、カズマの行方は厳重に探索された。母も、叔父も、一族の者も、行くたびとなく尋問を受けた。この知らせをカズマは、国を立ち去って半年目に受け取った。皆様、心を一つにして、口を堅くなしてくだされそうろにより、ご暗示なさるましく。しかし、ご家中より、 お前様探索の人も出ているよしなれば、くれくれもご用心なされて、皆様をはじめ、母が心づくしを無になさるようなことなきよ。頼み参らせ候。こういう母の手紙だった。カズマは母や一族の人々の情けを泣いて感謝したが、この時から前途に何の希望も持てぬ頼りない。 呂人の生活に落ちたのだった。寂しかったし苦しかった。寂しかったのは二度ともう懐かしい故郷を踏むことのできない身となったことだったし苦しかったのは母と弟とがどうして生活しているかと考えることだった。友の怒りがそれほどに激しいものならばインドの家がそのままにして置かれるわけのものではない。 きっと、軽く没収の処分になっていると想像された。どうして生活しているか、多分はおじか一族の者の,の家にかかりうどになっているのである。だが、聞いてやっても、それについては母もおじも確かな返事はよこさなかった。心配することはない。もったいないほど毎日を安楽に過ごしている。とのみ、書いてよこすのだった。押して聞いてやりたかったが、 カズマはそれをしなかった。たとえ、本当のことを知ることができたとしても、今のカズマに、どうすることができよう。切ない思いを抱いて、カズマは、母と弟との毎日を、思いやる、のみだった。四。その夜カズマは、主人と共に、随身院を訪れた。 ようこそ、話らせられた。足受けの重役というのは、六十年配の滑腹の良い人であったが、愛想よく、カズマを迎えてくれた。どうですな青へ、いらせられますかそれとない世間話の間に、カズマの人物を見ていて気に入ったのだろう。砕けた調子でこう言った。ありがとうございます。願ってもなきことでござりまするが。 一応、拙者の身の上をお話しいたした上にてなお、それにても、構わぬとの仰せになれば、お言葉に甘えたいと存じまする。カズマは、自分の素性、経歴を漏れもなく物語った。いや、よろしい。拙者とて、さような立場に置かれては、ギット記と同じことをいたしたに相違ござらぬ。武士としては、闇がたきこと。 よくぞ、いたされたと申したい。頼もしく、言ってくれるのだった。ありがとうござる。感じやすくなっているカズマは、涙くんだ。その夜はそれで済んだ。当分のうち、拙者はまだ、こちらに滞在いたさねばなりませぬ。夜は大抵の日、日までござれば、ちょいちょい遊びに来てくだされ、帰国いたすまでの間に、せいぜい、 お知り合いになっておきましょうぞ。別れるとき、そう言ってくれたのだった。カズマは二三日おきに訪問した。格別な用談はなかった。語を囲んだり、雑談をしたり、酒の相手をしたり、時によるとちょいとした用を頼まれたりするうちには、すっかり打ち解けてしまったし、相手もますますカズマが気に入ったらしかった。 春がたけて、宇治川の蛍の噂などが、ちらほらと立つ頃だった。その夜も、カズマは、随春院に行って、酒のごちそうになって、かなりにふけてから、木戸に着いた。月のない、潤んだように、星の美しい夜だった。ほろよいの顔を爽やかな夜風になぶらせて、くねくねと曲がって、包みの上から堀を覗き込むように、 斜めに伸びた老将が四五剣置きに並んでいる当時の掘り畑を住まいの方に帰っていくうち、ふと前方の松の影に黒い人影が隠れたように思った。敵を持つ身には寸時の油断もない。一時に酔いは覚めた。腰を探って刀の小口を押し切って、いつでも応戦のできるように支度を整えはしたが、 足取りは依然として変わらぬ緩やかさで近づいていった。三軒ばかりの距離まで近づいた。武士だ。二本刺している。だがその姿は向こう向きになったまま左手を松の幹にかけて落ち着いた姿で白く光っている堀を見ているのだ。みにでも出たような迫らない姿だった。違ったかな 思いながら、油断なく横目で見ながら通り過ぎようとした。途端、敵は意外なところから出た。一割とも見えなかった鼓の中ほどからまりの弾むように踊り出してきたものがあって、さっと足元をないだ今日、卑<怯>一躍して跳ね越えて、その足がまだ地につくかつかないかに、最初の武士がつむじ風のひるがえるように身を返して、片手殴りに切って降りてきた。 かわすまはなかった。受けるまもない。カズマは、抜いた刀をそのまま、左手を胸に添えて突進した。この激しいカズマの刀法に、敵は老媒して、飛びし去ろうとしたが、高みから弾みをかけて駆け下ってきた体勢は、下がりきれず、かわしきれず、どうと横倒しになって、辛くも胸をつかれることは避けえたが、したたか、肩先をつかれていた。カズマは、 ついた刀を引き抜くや、片膝ついて、さっと後ろを払った。系列、俊敏を極めた刀法に、拝み打ちに背後から迫っていた敵は、悲鳴に似た叫びを上げて飛びし去った。鳥の前に立つように、カズマは立ち上がって、一飛びに包みに駆け上って、老将を小立てに取った。何者だ人に狙われる覚えある見ながら、聞こう。 名乗れと、知ったしたが、名乗らない。無言のまま、じりじりと、両方から詰めてくる。だが、最初の一撃を食って、一人の構えは著しく脆弱だ。ともすれば、切っ先が下がり気味になるし、震えるし、足元もよろめくように見えながら、一歩も下がろうとしない。不意合を押すような世話しない、呼吸を刻みながら、キリキリと歯を噛みらしながら、近づいてくるのである。 名乗れ。重ねて、一馬は知ったしたが、同時に相手の顔が分かった。二人ともに前だけの若い家臣の中で、使い手の評判を取った青年たちであった。尋常に立ち会っては、所詮かなわぬとみて、この闇討ちか、これが上位討ちの、作法と言えるか、と、どのしった時、やや離れた闇の中から声がかかった。インドウ殿、 存分に働かれい。みどもこれにて、ご議量のほど、とっくりと、見せていただく。今別れてきた、阿波の重役の、落ち着き払った声だった。二人がかり。しかも、闇討ちに等しいことをしてさえ、この苦戦になったのだ。かずまに女性。たとえ、それが口先だけのものであろうとも。が、出ては、もう、敵ではなかった。 目に見えて、東方に制裁のなくなってきた二人だった。瞬く間、カズマは切って捨てた。お見事老人は近づいてきて、カズマの肩を叩いて褒めた。五。この事件があってから、老人はいっそ、カズマが気に入ったように見えた。カズマの訪問を待ちかねて、少し遅くなると、 迎えのものをよこすほどになった。二日ばかり経って、いよいよ老三日のうちに、泡に立つという日のことだった。いつになく、まだ日も入らない時刻に、同人は迎えのものをよこした。今日はちと、思考があるゆえ、至急に来ていただきたい、という工場である。行ってみると門前に、籠護二丁を置いて、 老人は外出の身支度をして待ちかねていた。いやあ、来られたな。待ちかねましたぞ。そう、出かけましょう。どこにいらせられんのでございます黙ってついてこられい。面白いところへ参るのだ。ふに落ちなさそうな顔をしていると、老人はカラカラと笑って、うが外に参るのじゃよ。えはっはっはっは。<laughs> 御用向きもことなく済んだし、帰国の日も迫ったし、今日の名残に島原とやらへ行ってみるも一興と存じてな。はははははは。これは意外だった。特別な趣向があるというのだから、蛍狩りにでも行くつもりかとは思いはしたものの、車へ行くのだとは思いもかけないことだった。おいやか若いに、おかたいことだな。 冷やかすように老人は笑う。嫌ではございませんが、若いだけにそぼろな自分の服装がいささか気恥ずかしい。無論、ここへ訪ねてくるときは、礼儀上、いつもよそ行きの着物を着ては来るものの、有利に行く人の着るものに比べては話にならない粗末さである。だが、今度はそんなことを考える心が恥ずかしくなった。 参ります。参りますとも。思わず知らず、断固とした調子になっていたのである。<laughs> そう、力まずともよろしい。当時から島原の車までは、十丁ある矢無し屋の距離である。二人は、日が入ったか、入らぬかに、島原に着いた。大門で籠を降りて、当時の悪所通いの風習に従って、 茶屋で借りた網傘をまぶかに、狭い通りを上がり屋の方に歩いて行った。軒に吊るした華麗なちょうちん。おしろいの濃い女たちの雪きかい。至るところから湧いてくる喧かのさんざめき。見るもの聞くものカズマにはみんな珍しい。カズマは次第に自分の心が落ち着きを失ってくるのを感じた。 あれ足元から悲鳴が起こったかと思った。おう、カズマは驚いて一足しちゃった。女の子である。長い玉とを胸に抱いて、かぶろに切り揃えた髪をゆさゆさと肩に打たして、濃い口辺に八つばかりの子が黒い目を見張って立ちすくんでいるのだ。ぼんやり歩いていて突き当たろうとしたらしいのである。これは失礼。 カズマはわびて、すり抜けていこうとしたが、ふとその子供の後ろ二三軒のところに、同じようなカムロを前に立てて、男衆を後ろに従えて微笑を含んで立っている遊女の姿を見ると、あっと小さく叫んだ。あの女だ。服装こそあの時と違って、エビラに刺した矢のようにたくさんの口外を刺し、 金銀の糸で縫った華麗な打ち掛けの妻を右手に取って、左の肘を張って、素足に単塗りのげた。という姿であるが、孫をかたなくこの春、掛川の騎士で見た女にそういなかった。カズマはそこを動けなかった。たちまちの間に、見るもの聞くもの一切の意識が去って、女の姿のみが、 闇の中の一点の光妙のように残った。突っ立ったまま動かないカズマをカムロは不審そうに網笠の下から覗き込んだが、あら、魚釣りの浪人様やわ、と叫んで、こっぽりにつけた鈴をチャラチャラと猫のように鳴らして、花王儀のそばに走り寄って呼吸を切らしていった。花王儀様、あの時の浪人様よ。 掛川に積草に行ったとき、釣りをしていらしたリン様があったでしょあたしと、ひくよさんと、石を投げた。花王儀の顔にも、動く色があった。しとやかに近づいてきて、こぼれるような、あでやかな微笑とともに。花説は、とんだこぶれよ。いや、なに。そのときになって、カズマは初めて、五六軒無効で、 老人がからかうような微笑を浮かべて待っていることに気がついて、カッと顔が熱してきた。失礼、連れが待っておりますゆえ。そして老人のそばに近づくと老人は早速にからかった。エロー、むつまじげでござったな。おなじみかの硬そうに見せかけていて案外に味なところを見せるお人だの。何やの、なんという対応でござる 伺っておかんと、世の太夫では、おきにメスまいでのう。弁解したが、老人は面白がって、聞こうとしない。いや、お伺いせずとも、わかるわかる。そして、引き手者屋からの案内の男衆に聞き始めた。何かのうやの花おぎ。そうか、そうか。おなじみは、かのうやの花おぎと申すのでござるとのう。 地獄耳、こう聞いたからには、滅多に忘れることではござらぬ。六。うつつとは思えない。酔った頭には、夢の中に夢を見ているような気がする。百花稜乱の花畑に遊ぶ、春巾を描いた六曲の大屏風。螺殿の小机、銀の航路から。 立ち上る糸筋ほどに細いしなやかな公園。タングリのキヌアンドンの広げる柔らかな光。傍然とした目でカズマは見回していた。どうしてこんなことになったのだろう。この家に来ると老人はカノ屋の花王儀を呼ぶように言った。花王儀様さあ、今前世の太陽衆。 よほどのお馴染みでございませんと。見すぼらしいカズマの姿を見て、渋る色が中井にはあった。カズマは、いても立ってもいられないほどの周知を感じた。いらぬいらぬ。拙者は、ただのお供で参ったのじゃ。女など、滅相もない。と、首を振ったが、老人は強引に押さえつけた。人を見くびるにも程があるぞ。 口をかけてみ、飛んでくる。たとえ大名衆の席に呼ばれていようとも、きっと来る。そちはこの美南と花王とが、飛んだ深間であることを知らんな。中井は困り切った顔をして、席を出て行った。それからのカズマの心の苦痛は言語に絶した。来るはずはない。いい恥をかくばかりだと思いはしても、万一を頼む心を抑えることはできなかった。 この相反する二つの感情の間に、カズマの心は波に揺り動かされる小舟のように動揺した。が、その、花扇が来たのだ。なんという喜びであったことか。それからのことは夢の中に夢をたどるような気持ちだ。主席を引けにしてからのことも、おぼろ月夜に真珠色の霧を透かしてみるように、おぼろで甘く、 柔らかで懐かしく。あの時から、私、あなた様を忘れかねていました。恥じらいながらそう言ったのである。拙者の、と、下の先まで出てきた言葉をカズマは飲み込んだ。有利の女、恋と体を金で取引する女の、珍しからぬ口絶ではないか。 ほろ苦く、己の甘い心を笑った。そのカズマの心の動きが分かったのであろうか。女は、もう何にも言わなかった。悲しげに涙ぐんでいた。それすらも、カズマは、心の隅で、冷たく考えた。これはこうした女のレッとやらいうもの。二度と再び来ることのできぬ来るは、レ練と知りつつ、 乗って遊ぶも一興。華やかな矯正と喧価と、ひっきりなしに表を往来していたぞめきの足音が、いつの間にともなく絶えると、にわかに世のふっけたことが、痛いほど感じられた。やや狭げに見える、磨き上げたように白く艶やかな額。細く、濃く、孔を描いた丹精な眉。におやかな影を、 方に投げている長い揃ったまつげは刻み上げたようにくっきりとした鼻を出入りする穏やかな呼吸のたびにチリチリと震えている。乳色の首筋にぽつりと一点があるほくろはなんと怖くてきなのだろう。それは白字にはめ込んだ黒曜石のように艶やかに見えた。どういう因縁が 俺とこの女との間には結ばれていたのだろう。この春まで俺はこの女がこの世にいるということすら知らなかった。桂川の鼓で見てからも二度と会うことのない人間だとしか思えなかった。だのに運命の不思議さは再び二人を合わせた。胸の迫るような気持ちだった。パチリと河川の目が開いた酔っているように 定まらぬ瞳の色であったが、自分が見つめられていることを知ると、両手で顔を覆った。お人の悪い。こちらも老媒した。頬に登る血を感じながら。そなたが、あまり美しいゆえ、愛しさが男の胸に込み上げてきた。静かな廊下を、草履の音が忙しげに近づいてきて、隣の控えの間の前に止まった。 ふすまの開く音がして、ぼそぼそと話す声が聞こえて、しばらくすると忍びやかに声をかけた。もし、太陽様へ花王儀は顔をしかめてみせたが、声は晴れやかに。なんで保存せお客様の親の元からお人が見えました。お国元から休備客で今しがた届いた手紙とかを。 ご持参なされているとかでござんすが。わしにか。カズマは、老人へではないかと思って、そう言って問い返したが。いえ、お若いお客様の方、インド様へとのことでござんす。よし、入ってくれ。カズマは起き上がって、床の上に座った。七。手紙は、二通あった。 一通はおじから、一通は母から。カズマはまず、おじの手紙から読んだ。花王儀が海外しく引き寄せて、明かりをかきたててくれる安読の下で、カズマはおじの持ち前のわかりにくい文字をたどっていたが、半分ほど読むと愕然として顔色を変えた。容易ならぬ文面だった。このほど、藩では、 せっかくの資格がかえって殺されたことを怒って、同母に対してこういうことを言い渡した。カズマの隠れ家はもうこちらにはわかっている。それゆえ、その方からカズマに帰国自首してお裁きを受けるように申してやれ。もしカズマが帰国しなかったならば、カズマの代わりにその方を一生の間禁国する。無定な命令だとは思うが、なんとも。 致し方はない、云々。ぬ花扇は、おろおろと問いかけた。どうなされたのでござりますかずまは激しく首を振って、母の手紙を読んだ。泣く子に児童、ぜひ泣きことにこそ、この上は、かずまに覚悟してもらうより他はなしと、おじとのは申されそうろうて、母にもその胸、 申してやれと申されそう来えば。このみしたため申せども、真実の母が、心はそうでなくろう親の子を、慈しみ思うは、生きとし生けるものの本念の情。老いて末もなき好み、そなたの生命に代わりて、苦しむは、えって嬉しきことに思い寄りろうまた、そなたはインドの家の名を、 後に残すべきみなれば、構えて、母が皆と、思いて帰国などなさるましく、このことそむきて帰国いたされそうろうては、母は嘆き悲しみそうろうぞ。根性ご小の孔第一のことと思いそうろうぞ。いかなることをなされそうろうとも、今の母が身としては、そなたが心を強く持ちて、 帰国せぬに、勝る紅葉はあるまじく。カズマは、後を読むに耐えなかった。熱い母の情が、火のように胸を焼いて、涙が溢れてきた。カズ様カズ様うつぶして、泣き伏せぶカズマの背を撫でて、花王儀は覗き込んだ。泣かしてくれ、思う存分。 泣かしてくれ。カズマは、がんぜない子供のように泣いた。なんという皮肉な、なんという残酷な。泣くだけ泣くと、カズマは顔を上げた。そして心配げに自分を見つめている花扇に笑ってみせた。はしたないことをしたの。青白い顔に浮かんだその微笑は、消えいるように悲しいものだった。 どうなされたのでございます何でもない。何でもない。そなたに申したところで、せんないことじゃ。女は黙っていた。そしてうつむいたが、その膝にほろほろと涙がこぼれ落ちた。泣いている。意外さに相手の気を測かりかねて、カズマはまじまじと女の顔を見つめた。すると女はまた顔を上げて、 影のように儚く微笑した。今夜初めてお会いしただけの私、伺ってみたところでどうしようもないことでござんした。ごめんなさい。カ馬はぎゅっと胸が絞られるように感じた。聞いてくれるかいきなりそう言って女の手を掴んでいた。聞きましょうとも。い,いえ。 聞かしてくださいまし。女は強く、カズマの目を見つめて、激しく体を震わした。カズマの話は、瞬き一つせずに聞いていたが、話が終わると、崩れるように、胸に泣きすがった。それであなた様は言うまでもないこと。帰らねばならぬ。母じゃがどう申されようと、ことして母じゃに、 談義がかかると知りながら、どうして見過ごしにできようか。帰らねばならんのだ。そうでございましょうとも。そうでございましょうとも。なおも、激しく泣く、花奥義であった。なぜ、泣くのだろう。なぜ、こんなにも、泣いてくれんのだろう。染み入るような女の泣き声を聞きながら、かずまは、 憂鬱で物うかった。夜が明けた。親どもとからざぎの使いが参ったとか聞きましたが、なんでござったかの顔を合わせると老人は聞いた。後で、改めて申し上げます。別段なことはござりませぬ。カズマは落ち着いて答えた。昨夜の悲しみも嘆きも、 忘れたように快活な明るい顔になっていんのだった。女たちは揃って大門の見返り柳まで送ってきた。そなたのことをあの世に行っても忘れませんぞ。別れる時カズマは花王義に言った。微笑して冗談めかした調子の言葉だったが、花王儀は胸を締め付けられるような切ない思いがした。 私も、忘れませぬ。こちらも、冗談めかして答えようとしたが、言葉半ばに涙が滲んできて顔を伏せた。昨日、まだ出ない水色の空に、見残した夢のように淡い月が細くかかっている。男たちの姿は、田植え前の隙を返したり、水を張ったりした田んぼの中の道を、 次第に遠くなっていった。未練はないのであろうか、一度も振り返らない。心強くたくましく、一歩一歩、通じめりした大地を踏みしめていく。一夜の情け。ふと口に昇った言葉に、冷たい涙が頬を伝った。八。 その夜、花扇は昨夜の老人の主席に呼ばれた。終わりなことよ。あの若者は死ぬために帰国した。そちにくれぐれもよろしく申してくれと言って朝のうちに補足した。惜しい若者を殺すことの、朝からの因縁のあることであろう。先行の一つも手向けてくれ。 二人は、とぼとぼと栗本へ急ぐ若者の姿を思いやって、長い間黙って座っていた。この時から三年、花王はカ馬の噂を聞かなかった。北陸筋の人に会うたびに、それとなく聞いてみるのだが、誰も知らなかった。あれながら、怪しい心であった。 千人に枕をかわし、千人に唇を許すと言われる幽女の身でありながら、花王儀はカ馬のことを忘れかねた。夜ごとに変わる客の顔に姿に、カ馬の面影に似た人のある時は心優しく、似ぬ人に会う時は悲しかった。恋。恋。これが恋というもの。 真実の恋というもの。なんという皮肉。恋の巷とも言うべきこの車にいて、この家業でありながら、花王はこれまで真実の恋を知らなかったのだと思った。自分一人が知らないのではない。誰も知らない。この車の女は誰も真実の恋を知らない。恋に似たものを恋だと思っているに過ぎないのだと思った。 それだけに、この心が愛しかった。親鳥が日の鳥を育むように、花王はこの思いを胸に抱きしめていた。三年経って、花王は年季が空いた。その前から、引かして妻にしようという大町人や、世話をしたいという客もあったが、花王はずっとこれを断り続けて、 年季が空くとともに、国に帰ると言いふらしておいて、人知れず、加賀に向かった。今日はまだ暑い夏だったが、加賀はもう秋が来ていた。大正寺の町に着いた夜、花王儀は、カズマのことを知ることができた。お気の毒なことでござりました。こちらにお帰りになって10日ほど経って、切腹を。 おせつけられなされまして、会えないご最後でござりました。随分とおひどいご処分と、町人どもは申すまでもなく、ご家中の方々でも、おせられる人々もござりますが、お上の方では切腹ということにしたのは、格別のお情けによると申しておられますとか。宿の主は、 この見知らぬ美女とカズマとの間にどういう関係があるか強い好奇心を抱きながらも親切に教えてくれた。もしかすると、と抱いてきた儚い望みも今は切れたが花王は静かな気持ちでいることができた。翌日、やはり宿の主の教えてくれたまま、 カズマの母を訪ねた。カズマの母は、叔父の家に、吉之助と共に厄介になっているということだった。秋晴れの、しんとした、火の照っている屋敷町を歩いて、花王は目指す家に着いた。思いもかけない人の訪問に、道母と吉之助とは、いぶかしげに迎えた。顔を合わせたとき、 花王は、かいしわをたたんだ道母の顔に、吉之助の顔に、カズマの面影を見た。胸が迫って、咳を切ったように涙が溢れてきた。話を聞いているうちに、道母の顔にも、深い感動の色が現れた。カズマは、幸せ者でござりました。今までは、 あれほど不幸せなものはあるまいと嘆いていましたが、そなた様ほどの人に、それほどまで思われていたこととは、なんという幸せものでござりましょう。礼を言います。礼を言います。しわ深い顔に限りもなく続く涙を見ると、花王はもうたまらなかった。母様。 叫んで泣きすがった。ほうほう、うぼは抱きしめて、花王ぎのかぼそい肩に顔を伏せて泣きむせんだ。吉之助も泣き出した。かずまによく似たりりしい顔をしたこの前髪の少年は、泣いてはならないと我慢しているらしく、厳しく唇を噛みしめ目をつぶっていたが、いきなりばっと泣いて二人にすがりついた。 母様と、言わしてくださりませ。弟と、言わしてくださりませ。もったいのう、ござりますが。そう、言わして。礼を言います。礼を言います。愛抱いたまま。三人はいつまでも、動かなかった。